君たちか。私が最後かと思ったが。そういうあんたこそ、またキサラが怒るぞ。違いない。ボルラーンが倒れてから一月、いい加減何か動きがあっても良さそうなものだが、レネギスは沈黙を守ったままだ。結局ボルラーンの死体は行方知れずだ。例の赤い女もあれきり姿を見せない。あの時闇を核に6つの属性でレナス・アルマが生み出された。私が聞かされてきた5属性ではなく、君たちは知っていたのか。レナス・アルマの属性のことか。まさか。私も闇のマスターコアが存在するとは知らなかったわ。では巫女の力は。それもあの時初めてよ。自分にあんな力があるなんて。俺もあんなことが起きるとは思いもしなかった。王と巫女か。操った赤い女もだが、相変わらず謎の多いことだ。精霊力の制御に関わる力、広い意味では精霊術なんでしょうけど。精霊力といえば、レナス・アルマの誕生で他のマスターコアが失われた中、火のみが残った。これも巫女の力の働きかもしれんな。炎の剣はまだ使えるのかね。一応な。レナス・アルマにほとんどの力を持っていかれたが、その程度には残っていた。今はまた私の胸に収めてある。結構。当座はそれで差し支えなかろう。何にしても今は目の前の問題が先よ。行きましょう。おい、シオン。城の入り口に集合だと聞いている。こちらが今回相談があるというグナイだ。ちょうど今から話を聞こうとしていたところだ。分かった。何が困っているのか教えてくれ。お腹が空きました。お腹あります。量が足りないってことに言え。なら何が問題なんだ。まだここの人たちは素早い受け答えに慣れていないんだ。配給の量は十分。でも足りていない。お腹が空いています。それはもう分かったって。ひどくまずかったのか。分かりません。どういう意味だ。食べていないので。食べていないって。じゃあその食料はどうしてるんだ。城に運んでいます。なぜ。まとめて尋ねさせてくれ。私の班の全員です。俺たちの誰かだな。もしかしたら恐れていたことが。この町の人々は少しずつ自分の意志を取り戻しつつある。人より先に意志が戻ってきた奴が他の。ああ、放っておくわけにはいかない。まだこうしろって言われたら従っちゃうんだね。叩き込まれた修正だ。時間がかかる。彼らのせいじゃないとは言え。もどかしいわね。なあ、俺たち何やってるんだろうな。何って人助けじゃない。けどさ、なんかこういろいろ半端になってるだろ。やっと解放されたってのに、ペレギオンの連中は指示がないとなかなか動かないし、ボルラーンの手下どもはどこに消えたかもわからないし。そんなこと分かってるよ。でもやれることやるしかないじゃない。私たちここから動けないんだから。それにスルドさえ倒せば全部解決。
なんてありえないってこと、これまでも見てきたでしょ。リンウェルの言う通りだ。やった以上やりっぱなしってわけにはいかないしな。そりゃ壁を壊してそれで終わりってわけにいかないのは俺だって分かってるつもりだけどよ。これで戦いが終わりってわけでもない。レネギスだってまだ健在なんだ。落ち着かないんだよ。来るなら早く来いってんだ。やめてよ。そう言ってるのに限っていざ来たら後悔するに決まってるんだから。どうしたの？ああ、装甲兵でも見えないかと思ってな。装甲兵？ボルランの兵隊のこと？あいつら、俺たちがボルランを倒したら城どころかペレギオンからもあっという間に姿を消したもんな。良くも悪くもダナ人の面倒を見てたのが一斉にいなくなったせいで町がどうにか暮らせるようになるまで勢力としてはまだ十分な力があったはず。もうスルドだって残ってないし行くあてもないはず。全くないとは言えないだろうが、ペレギオンの住民も自分で自分を守れるようになるのは当分先だろうし、頭が痛いぜ。まったく。今日の飯、塩が薄くなかったわ。素材の味を生かした良い味付けだと思ったが。ロウは子供舌だから味が濃くないと食べた気がしないんでしょ。なんだよバカにすんな。塩がなきゃ人間生きていけないんだぞ。確かに塩気が足りないと体力が落ちるというわね。カラグリアじゃそれで岩を舐めている者がいたっけな。岩を舐める？なんだそれ。塩味のする岩が時々見つかるんだ。奴隷の涙が染み込んだ岩だと言われていた。それはおそらく岩塩だ。配給が満足に得られなかった頃、ミキウダ兄さんが見つけて持ってきたことがある。あの頃は間に合わせのものとして使っていたが、今は普通の塩よりむしろ味に深みがあって使っている。この辺りでもその岩塩が見つかるのかね。はい、少しコツがいりますが、見つけたら砕いて補充するようにしています。取れる土地によってそれぞれ味わいが違うので、それで何を作るか考え出すと止まらなくなります。キサラも結構凝り性なんだね。根が生真面目だからな。あまり負担。面倒なことにならなければいいけど。あ、誰かが呼んでるような。やっ、ん、あと、よっしゃ。あ、あれ？
よし、まさかお礼言われるとは思わなかった。少しずつだけど、人と関わることで思い出してきてるのかもね。いいことしたね、ロー。あ、何か視線を感じる。誰かが助けを求め。牧場の動物たちが育ったかも。これで新しい料理が作れるか。それは楽しみだな。あなたが作るの？まさに道なき道ね。近づかせないよ。大地の元に刻まって決めてやる。アンダーブレイカー。間違いない。さあ、決めちゃうぞ。受け付く氷の槍よ。守りが固いな。敵の心を見渡さないよ。頼り撃ってるぜ。どういうこと？聞いてるぜ。全てを打ち壊さんばかりだな。このまま突き進め。さて、このデルトなる決めたまえ。
見覚えのある景色は安心するな。今日は屋根の下で休めそうね。